内田敏夫は、アマチュア野球指導者。アジア大学公式野球部元監督、拓殖大学野球部元監督、広島県広島市出身。広島商業高校時代からスラッガーとして奈良市2年生から、レギュラー。招待試合で、下関賞の池永正明から、ホームランを叩き込んだこともある。当時の広島賞は、藤田国博桑原秀則。 一年生から三番を打った三村俊幸らを揃えた協力チームだったが、甲子園出場はならなかった。1965年、アジア大野球部入部、高校時代の遊撃手から二類種に転校し、主力選手として活躍。東都大学リーグでは、大橋城、東山近浦と共に1966年、周期リーグで初優勝を果たす。 1967年秋季リーグで2度目の優勝。4年時には首相を務めた。リーグ通算89試合出場。282打数65安打打率。230、0本塁打、21打点。ベストナイン1回受賞。大学卒業後は三強世紀で活躍。1971年の都市対抗では、高沢武史監督の元長野県勢として、 初の準決勝進出を果たすが、新日鉄広畑の山中正岳に抑えられ敗退。1974年には新設された、日本選手権で不動のトップバッターとして、チームを牽引、エース大塚清美の高頭もあって、決勝で日本交換福山を下し優勝を飾る。この大会では、優秀選手に選出された。1977年。 アジア大野球部コーチに就任後、翌1978年監督に就任。以降2006年までの26年間の長きにわたり、同大学野球部を指導。在任中、東都大学野球リーグで優勝13回、全日本大学野球選手権大会で3度、明治神宮野球大会で2度優勝に導いた。この間、宮本健二、高津慎吾、小池秀郎。 川尻哲郎、井端博和、赤星のりひろ、北抜き広川勝弘、松田信弘ら、多くのプロ野球界で活躍する選手を輩出、また、東都大学野球連盟のレベルアップに、多大な貢献をした。2004年春季より監督を当時コーチであった、幾田勤に譲り、自身は、総監督に就任した。しかし、同年秋季リーグ終了後に、 部員の不祥事が発覚。大きな批判も浴び、半年間の対外試合禁止処分を受け、2005年、春季リーグ出場を辞退。それに伴い二部落ちとなったが、すぐに一部昇格を果たした。2006年1月で、同大学野球部総監督を優待。その翌月、当都大学野球連盟3部に所属する、拓殖大学野球部監督に就任した。指導者が、 同一リーグに所属する他大学に移り、期間を空けずに監督に就任するのは非常に異例だった。また、当時の拓大や9部は2部と3部の往復が続いており、全国大会優勝経験もある、大学球界屈指の名称の下部、リーグチーム監督就任は大きな驚きをもって迎えられた。拓大監督就任直後の2006年春季リーグは3部優勝を、 果たすが、二部再開、大正大学に敗れ三部に残留。2007年春季で三部優勝、入れ替え戦にも勝利して二部復帰を果たした。二部復帰後、拓大野球部 OB で、明徳義塾高校野球部監督のま淵志郎と共に、スポーツ推薦枠の拡大や合宿所の改修など一部昇格に、向けた練習環境の向上を、大学側に働きかけ、順次実現させていった。 さらに2011年秋季リーグ戦で2度目の2部優勝。一部再開、中央大学との入れ替え戦に挑んだが、1勝2敗で2部残留となった。2013年春季リーグ戦で同大を再び2部優勝。入れ替え戦では、一部再開、先週大学に2勝1敗とし、拓大野球部総部94年目で、初の一部昇格を果たした。 60代後半に差し掛かっても、試合前のシートノックのノッカーとして自らバットを握り、選手に激を飛ばしていたが、2019年限りで監督を辞任し、2015年からコーチを務めていた、間口烈列に譲った。ありがとうございます。